スポーツリポート先です。今お疲れ様でした。よろしくお願いします。1年間に進んでいきたいと思います。改めて昨日の将棋について、新たな気づきとか一夜あって、それぞれ3年間された七番勝負について思われることありますか。まず、昨日の将棋がまだ個性ができてはいないんですけど、お互いに序盤から馬を作り合う形になって、非常に判断の難しい部分が多かったかなと思っています。特にちょうど封じ手の飛車交換をしたあたりの局面を、どう見るかというのが、なんていうか、これ今考えていても非常に難しかったですし、大きなポイントでもあったかなというふうに思っています。そうですね、このシリーズ全体を振り返ると、この次が8時間で、こういった対抗系の将棋というのは、これまで、自分自身は経験がなかったんですけれど、そうですね、対抗系の将棋というのは、敗者と比べて、やっぱり中盤戦のそのまま押したり引いたりというところが、長い展開になりやすいので、そういった局面で、じっくり、読みを入れて、押させていくことができたので、その点、収穫のあったシリーズだったかなというふうに、思っています。毎日新聞の丸山です。昨日までお疲れ様でした。この七番勝負で控え室でも驚くような一手が何回かあったと思うんですけども、その中で地王将が指していて手応えを感じる一手、印象に残っている一手があったら教えてください。お願いします。はい、すぐにパッとこの手というふうに浮かぶものはないんですけど、そうですね、これも長い中盤戦が、続く中で自分から崩れずに指すことができたのは良かったかなというふうに思っていますし、そういう点では例えば第1局の中盤で、4の時に4の時に4の時に4と打った手であったり、そういったところでなんていうか、ここまで粘り強く取ったところは、印象に残っています。ありがとうございます。以上です。質問のある方は、挙手をお願いいたします。指名された方は、社名とお名前を書いてください。ケーブルテレビ J コムの檜山と申します。よろしくお願いいたします。
記者からは地域のメディアを代表して2つ質問させてください。今回対戦会場となったオーベルジュ時との印象を盛り上がっていくどうだったかっていう印象と、あと前夜祭で贈呈された立川産いちごおやつでも使用されていたかと思いますが、もしお召し上がりになられてたらその味わいどうだったかぜひお聞かせください。はい、まず、はい、ですね、この、はい、今回、対局場として、ご準備いただいた、はい、オーベルジュとっていうのは、この、こちらに来る前からすごくこう、素晴らしいところだというふうに、聞いて楽しみにしていたんですけど、ここに、実際に、その、期待に、通りというか、期待以上に本当によく、いいところで、お食事も、とても美味しかったですし、自分自身とても集中して対局できたかなというふうに、はい、思っています。そうですね、2点目ですね、はい、前夜祭で立川、はい、一度贈呈していただいて、多分そうですね、しかも前の年ですとか、立川の国道とかを、はい、いただいたかなと思うんですけど、今年はそうですね、一度ということで、またはい、いただくのを、はい、楽しみにしています。他にも質問ある方いらっしゃいますでしょうか。NHK の堀川と申します。対局皆さんお疲れ様でした。今次のタイトル戦といいますか、年度内に残っているのは棋王戦の防衛戦だと思うんですけれども、改めましてちょっと第一局は自勝利ということで、少しこう、注目もあったかと思うんですが、その自勝利だったことの藤井八冠のご所感と、意気込みというところ、第一局以降の意気込みを教えていただけますか。はい、そうですね、第一局はそうですね、結構途中の70手目先あたりまで、そうです、自分自身も考えたことのある形で、やはりそうですね、なんていうか、やっぱり入力を巡る戦いになって、その中で、そうですね、先手が、なんていうか、後手に入力される前に、どれだけ、なんていうか、手を作っていけるかどうかというのがポイントになるかなというふうに思っていたんですけれど、そうですね、実際に指してみるとやはり伊藤七段の方にな ん, ていうかうまく、受けられて、なかなかそうですね、そういった手段を出していくのが難しかったかなというふうに感じています。そうですね、そういった点では、なんというか、伊藤七段の、おそらく入力というのは、伊藤七段の当初のプランでもあったかなと思うので、その点、こちらにとって、なんというか、課題が残ったところもありますし、まずはそれに対して、どう指していくべきだったかというのを考える必要があるかなというふうに思っています。そうですね、第二局以降についてですけど、そうですね、その点はもちろんやっぱり伊藤七段、本当に序盤の駒認識が、どんな戦型においても非常に深いので、まずはそこで、こちらが、遅れを取らないように、しっかり準備する必要があるかなというふうに思っていますし、その上でそうですね、棋王戦は持ち時間4時間で、やっぱり王将戦と比べるとだいぶやはり短いので、その点も意識して、なんていうか決断よく指していく必要もあるのかなというふうに、はい、思っています。次に、金沢市ということで、地震の被害もあったし、引き続き回られているわけですけども、そこについて何か、どういった処理に接したいかというのがあればどうでしょうか。そうですね、本当に1月にそうですね、地震が
あって、そうです、まだやっぱり本当に、まあ、復興も、まあ、道半ばというか、本当にまだまだこう大変な状況が続いていると思うんですけれども、本当にまあそういった中でその対局をこう迎えて迎え入れていただけるということを本当に、はい、ありがたく思っています。そうですね、まあ、それだけやっぱりそのなんというか、まあ、その対局をまあ楽しみにしていただいているのかなというふうにも、はい、思っているので、そうですね、まあ、私自身も、まあ、こう集中して、まあ、面白い将棋が配させるように全力を、はい、尽くしたいと思います。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。そうですね、そうですね、棋王戦の第一局はそうですね、やはりその、まあ、定石系で、まあ、かなりなんとか、まあ、深くまでそれを、まあ、突き詰めてという展開ではあったんですけど、ただそうですね、まあ、全体としてはなんというか、まあ、そのまあ、割とこうなんていうか早い段階でその定石を外れて、あまりなんていうか、まあ、力戦にこう近いようななんていうか、まあ、展開になる将棋が、まあ、増えている傾向があるかなというふうには感じているので、やっぱりまあそれに対してまあ対応する、まあ、力をつけるというのが、まあ、一番こう重要なことかなというふうには、はい、思っています。でそうですね、そうです、まあ、そのためにまあどうするかということで、まだ、そうですね、まあ、これがなんといいというふうになんてはっきり思ったという方法があるわけではないんですけど、まあそうですね、まずはまあそういった、まあそのまあ、練習の段階でそういういろいろな形のまあ経験を増やしていくということは、まあ一つの方法になるかなというふうに、まあ、思っているので、まあ、そういったことにも取り組んでいけたらと、はい、思っています。すみません、その研究の時というのはパソコンのモニターを眺めることがこう、まあ、ある意味結構その実際の場面を使うという方が、まあ、そういう場面が大事なのかということと、あとちょっとすみません、唐突かもしれないんですけど、藤井王将、まあ、小さい子供の頃は結構負けず嫌いという、まあ、ちょっと負けたら涙流してしまうというのは場面もあったと記憶しているんですけれども、こう、まあ、今もちろんそういうことそこまでのことはないんじゃないかと思うんですけど、なんかこう負けず嫌いみたいな気持ちっていうのは藤井王将の中で現在あるのかどうかっていうことをちょっと教えていただけますでしょうか。はい、あ、すみません、1点目が、すみません、その研究の時に、はい、モニターを見るという感じなのか、はい、すみません、はい、AI を使うことも多いので、あ、はい、どういう、シチュエーションで感じるか、あ、はい、すみません、はい、ありがとうございます。そうですね、普段、あ、そうです、まあ、特にまあ自宅にいる時はそうですね、やはりそうですね、パソコンをやっぱり使ってということが多い
かなと思います。そうですね、結構なんかまあ局面をこう並べたりするときも結構そのこうパソコン上でやってしまうことが多いので、そうですね、あのなかなかそうですね、家にいるときはバンコマを使うということは少なくて、やはりそうですね、まあそのまあ VS であったり、まあそういうまあまでは公式の対局であったり、まあこうそういうときがまあ中心にはなるかなと、はい、思います。でそうですね、まあ2点目ですけど、そうですね、あのまあ今でもそうですね、やはりまあなんというか、まあその負けず嫌いというところはまあ残っているというか、そうですね、やっぱりその、まあ、負けた時にやっぱり悔しいという気持ちは、やっぱりまあ子どもの頃とまあ変わらずに、まあ、あるかなとは思うんですけど、そうですね、はい、ただまあその棋士という立場だとまあなんというかまたやっぱり次の対局もありますし、なんというかまあやっぱり気持ちを切り替えてやっていかなくてはいけないところもあるので、なんというかまあそういったその対処法というのは少しなんというかまあ身についてきたところがあるのかなと、はい、思います。今おっしゃってたその負けず嫌いっていうところはこうやっぱりその勝負の勝ち負けっていうところが大きいのか、まあまあ負けず嫌いってそういう意味だと思うんですけれども、まあ例えばそれよりもこう再燃焼させるとかそういう過程みたいなところを含まれてるのかということと、あとそのまあ以前よりもできるようになったかなというのは、その具体的にその手段というかどうするっていうのは。はい、あ、そうですね、やっぱり内容は、まあ、大きく、まあ、影響するかなと、はい、思います。そうですね、あの、まあ、結果としてこう勝った勝利であってもやっぱり内容がこう良くなければあまりそうですね、あのなかなかまあその嬉しいという気持ちにはならないですし、まあ、逆に、まあ、負けてしまった勝利で、まあ、それでやっぱりまあ悔しいという気持ちが全くないわけでは当然ないんですけど、であってもその、まあ、自分としてもこうある程度こう手応えのある内容であれば、やっぱりまあそのまあ充実感というのもまあ同時にこう残る部分はあるかなというふうに、はい、思っています。で、あれですよね、あれすみません、あれ2点目が、すみません、はい、どうあ、すみません、はい、あ、そうですね、まあそうですね、まあそうですね、結局はそうですね、あのまあ忘れることがまあ一番かなというふうに、はい、思っています。もちろんその答え局のそのご反省自体はやはりまあこう行った方がいいものですけど、まあこうそれをした上でそうですね、あのなんというかまあしっかりそれをまあ消化して、なんというかその気持ち自体はまあ引きずらないというのがいいのかなというふうに、はい、思っています。時事通信の渡辺と申します。改めて光栄おめでとうございます。藤井先生は、順位戦でありますとか、タイトル戦、棋戦の予選、本戦、リーグ戦、これらで誰が勝ったか、誰が勝ち上がっているか、誰が競うかということをどの程度気になるものなのか、あるいは、いつも目を光らせているとか、何か、その点いかがでしょうか。あ、はい、
あ、そうですね、あの私自身もその結構中継されている対局はかなりあのよく、ま、見ていますし、そうですね、あの、ま、それぞれのこの棋戦の、ま、トーナメントや、ま、そのリーグ戦の、ま、表というのも、ま、ある程度は知っているんですけれど、ただそうですね、その、ま、例えばその挑戦者の方がこう決まる前の段階からあまりそれを何というか、まあ、その見て何かその小判勝負に向けて考えるということはなくて、うーん、基本的にあくまでそういったものは、まあ、そのまあ感染者としてこう楽しんでみて、そうですね、その当選者の方が決まってからまたそのそれに向けてまあまあ準備をしていくという、はい、感じで、はい、やっています。口には出さないまでもどなたが来てくれると面白いなとかそういう見方はしないですか。あ、そうですね、まあ、基本的にはやっぱりあの、まあ、それが実際やっぱり決まるまではあまりそのまあ自分事としては見ていなくて、まあ、やっぱり純粋に、はい、まあ、感染者としてまあ楽しんでいるという、はい、のが近いかなと、はい、思います。ありがとうございます。それでは以上をもちまして一夜明け会期の終了させていただきます。ご利用者ありがとうございました。